仙台市で使い終えた指定のゴミ袋をリサイクルし新しいゴミ,袋してゴミ袋として再利用する全国初の取り組みが始まりますリサイクルするのはプラスチックゴミを入れて捨てる仙台市のプラスチック資源指定袋ですこれまでは中のゴミを取り出し焼却していましたがゴミ袋もこ細かく砕き洗って ペレットと呼ばれるプラスチック素材として使いますこのペレットに加えて梱包資材をリサイクルしたプラスチック素材を使い新たに再生プラスチック100%の地域清掃ゴミ袋を作ります地域清掃ゴミ袋は町内会などで使うもので来月中旬から再生プラスチック100%のものを配布する予定です 防災環境都市を標榜している本市ですからなるべく皆様方と一緒に分かりやすい形で資源循環ということを取り組んでいきたい一方で原料費高騰の影響で新たな地域清掃ごみ袋の事業費はこれまでのおよそ2倍でコストが課題になりそうです。